アニャーセヨーナインです。最近どんどん暑くなってきて、すごく夏が近づいているなっていう感じがすると思うんですが、そんなこれからの夏に向けて夏の準備に必須なおすすめアイテムをご紹介したいと思います。クランしちゃっけばいいよ。口中にない。まず一つ目がこちら、エルゴボディトゥムセルフィニッシャーです。私一日中座りっぱなしなのもあるし、長年足のむくみにすごく悩まされていたのね。で、最近だとずっと YouTube の編集をしているから、僧帽筋が張りすぎて肩と首がすごい凝ってから痛いのね。で、私がすごいマッサージ機オタクというか、実家にもマッサージ機がいっぱいあるし、韓国に一人暮らしを始めてからも韓国の通販ショップでマッサージ機を探して買うほど超マッサージ機が大好きなの。それで最近使い始めたのがこちら。こちらが韓国で累計販売数5万個を突破した大人気商品なの。今さ、こういうマッサージ感的なのがすごく流行ってるでしょ。で、こんな感じで8つのヘッドがあって、用途に合わせて使い分けができます。ソフトヘッドはコリをほぐしたい時、ハードヘッドは贅肉にアプローチしたい時に使ってください。面白いのが角質専用のヘッドもあって、ザラザラしてるからかかとに使うとかかとケアまでできちゃうの。6段の強度調節と5種類のマッサージの振動パターンで脂肪分解、マッサージ、角質除去、肌の弾力ケアまで、この一つでできるオールインワンマッサージ機なの。ちゃんと日本語の説明書もあるので安心してください。で、私もね、日本の有名なマッサージ館持ってるんですけど、なんか違いで言うとね、マッサージ館ってこう前後方向にダダダダダダダってマッサージをする感じなのね。こちらは前後じゃなくてこんな感じで360度回転して円を描くようにケアができるから、揉んでほぐす感覚に近いの。このヘッドも1秒に57回、高スピードで回転するの。目で追えない速さでしょ。振動もすごく伝わるから、これやった後にめちゃめちゃ痒くなる。血流の流れが一気に良くなった証拠。特にお腹とか熱くなるもん。赤くなってるでしょ。ちゃんと人体適応テストではコリ、むくみ改善効果も証明された商品なの。私は特に肩こりがひどいからよくね、こうやって肩に使ってます。すごい気持ちいい。硬くなった筋肉がほぐれる感じで、カチカチだったのが柔らかくなる。これならね、もう寝ながらできるし、私はよく編集しながら使ってます。重さはまあまああるのよ。だからこうしっかりと握って持っちゃうと疲れちゃうので、手で軽く押さえるぐらいの感覚で使うといいと思います。あと、これのすごいのがこのライト見える？赤 LED なの。つまり弾力ケアも同時にできるんですね。これ嬉しいですよね。夏って露出も増えるから、腕とか太もものケアにぴったり。実は夏ってむくみやすい季節らしいのね。体を冷やしたりとか水分の摂取量が多くなるから、水分代謝がうまくいかなくなって余分な水分が皮膚の下に溜まりやすくなるらしいんですね。あー、確かにそうかもって思った。だからむくみが取れにくい夏の必需品って感じ。特に足は脂肪よりむくみによって太くなることがほとんどなのね。だからダイエットとむくみケアは必ず一緒にケアした方がいいです。今まで私もいろいろ使ってきたけど、この製品一つで脂肪分解、マッサージ、角質除去、肌の弾力ケアまでできるマルチマッサージ機だから、本当にいいの見つけたって感じ。価格も9点で1万円ぐらいで買えるので、かなりコスパがいいのでぜひ使ってみてください。次はスリビティスリニングゼリーとスリニングティーです。夏が近づいてきて、そろそろ体型管理しないとなって思って取り始めたのがこの2つになります。前私が美白サプリで紹介したスリビティ覚えてますか？そこからダイエットサプリも出たので試してみたんですが、スリニングティーは好きなタイミングで飲んで、スリニングゼリーは食後に食べるっていう感じにしてます。ゼリーはね、そのまま食べてもいいんだけど、私は凍らしてて、そうするとシャーベットみたいで美味しいの。前の美白サプリもそうだけど、スリビティはとにかく味が美味しいの。私も大好きな桃味だからおやつ感覚で摂ってます。ダイエット中って便秘で悩む方が多いと思うんですが、そんな方にね、ぜひおすすめしたい。スリニングゼリーとスリニングティーをセットで摂ることでお通じも良くなるし、体がすごく軽くなる感じがあったの。だからお腹周りがへこんでスッキリする感じ。今韓国では血糖値管理ダイエットっていうのが注目されていて、食べた後に眠くなる、だるくなる方、頭痛がする方、それは血糖値スパイクのせいなんですね。血糖値スパイクっていうのが、普段の血糖値は正常なのに食後に限って血糖値が急上昇、急降下する現象のことで、食後に血糖値が急激に上がるでしょ。そうすると糖をエネルギーに変えるインスリンが大量に分泌されます。その反動で血糖値が急降下、今度は低血糖状態になって食後に強い眠気やだるさを感じるんですね。これを血糖値スパイクと言います。炭水化物、糖質を摂りすぎたり、早食いの方、間食が多
多い方、1回で多い量を食べる方になりやすいです。血糖値スパイクが繰り返されてしまうとブドウ糖が脂肪として体に蓄積され肥満の原因、太りやすい体質に変わりやすいんですね。対策はさっき言ったことを控えていただくこと、さらには食物繊維が含まれている食品を積極的に摂ること。食物繊維には食後の血糖値上昇を抑えて便通を改善させる効果があるんですね。でまさにこちらのゼリーの方が食物繊維が含まれていて、さらに炭水化物をよく摂る方にぴったりな体脂肪減少に役立つガルシニア成分、さらに血糖値管理に役立つ難消化性デキストリンが配合なの。ティーの方もガルシニアと食物繊維を含むプラクトアルゴ糖が 3000mg 含まれているの。これが腸内の善玉菌を増やすから便秘解消にもぴったりなんですね。なのでまさに今注目のダイエットを最先端に試せるサプリなので、血糖値スパイクやばい、起きてるかも、その食生活やっちゃってた、そんな方はねぜひ試してみてください。今紹介したこの3つはですね、組み合わせていただくとよりいいので、スリビティのサプリで便秘解消のケアをして、エルゴボディのマッサージ機でむくみ管理をするのが私のね毎日のルーティンです。これはねもうダイエットに超役立つ組み合わせなので、ぜひ皆様も試してみてください。次はこちら、イルソナチュラルマイルドクリアーノーズパックです。夏ってさやっぱ気温も上がるし、そうすると肌の温度も高くなりますよね。なんと肌の温度が4度上昇すると皮脂量が2倍になるんですね。そこで夏の皮脂が気になる時にぴったりな必需品がありまして、私のインスタフォローしてくださってる方見てくれたかな、鼻の皮脂に悩んでる方これほんと使ってほしいんだけど、これがねオリーブヤングアワードで受賞していたりとか、ホメでも1位を取っている製品で、なんで私がこれに興味を持ったかというと、すんごい単純な理由なんだけど、ローンがね広告モデルをやってるのっていう超単純な理由で、あちょっと気になるなと思って試してみたんだけど、本当に自分で引くぐらい効果がやばかったの。これが鼻パックなんだけどね、こんな感じで2ステップになってます。で1番を鼻に貼り付けて、この素材もなんかナタデココを薄くしたような素材になってるのね。シリコンみたいな感じで超密着力がいいので、10から15分置くでしょ。奥に溜まってた皮脂がバーって浮き出てくるので、その後にこちらの専用のキットがあるので、それで浮き出た皮脂をこうやってね取っていくんだけど、自分でも引くぐらいに皮脂が取れたので、ちょっと苦手な方は10秒ほどスキップしてほしいんですけど、その写真がこちら、やばくない？みんなに見せるのは恥ずかしいぐらい、私こんなに皮脂あったの？みたいな。鼻だけじゃなくてこの鼻の横とかもさ、やっぱ皮脂が出るじゃない。これで肌になじませていくほどどん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 皮脂が出てきて、自分でもなんか見てるうちに具合が悪くなるぐらい超皮脂が取れたのね。でその後にこの2番のもう1個のパッチでしっかりと鼻のケアをして終了っていう感じなんですけれども、これは私が今まで使ってきた中でちょっと結構な迫力だった。私ワンデイズユーのさノーモアブラックヘッドすごい好きって言ってたじゃない、コラボもさせていただいてすごいね大反響ですごく嬉しかったんですけど、あれはなんかすごいツルツルになるみたいな、表面ツルツル感みたいな感じで、どちらかとイエスの方はもちろんツルツルもするんだけど、皮脂の除去力が今まで私が使ってきた中でダントツでやばい。今の若い子の表現で言うとえぐい鼻の皮脂の取れ方がえぐい、この表現が一番ぴったりだなって思うほど皮脂の取れ方が衝撃だったので、鼻の皮脂にちょっと悩んでるっていう方ぜひ使ってみてほしい。次はですね、じゃーん、リアルバリアピーチフィットトーンアップサンクリームです。はい、リアルバリアから日焼け止めシリーズも販売されたんですね。でリアルバリア好きの私からするとこれは試さないわけにはいかないっていうことでね、いくつか種類があるんですけれども、今回皆様におすすめしたいのがこちらのトーンアップサンクリームになります。これがカラミンっていう成分が入っていて、鎮静だったりとか肌のキメを整えてくれるっていうのと、さらにこちらが毛穴と毛穴のデコボコをカバーしてくれる効果もあるのね。ただのトーンアップ日焼け止めだけでなく、化粧下地の役割もしてくれるマルチなサンクリームなので、私が YouTube で何度も言っていることなんですけれども、やっぱ崩れにくいメイクっていうのは塗る量を減らす必要があるんですよ。だってあれ塗ってこれ塗ってこれ塗ってあれ塗ってみたいにやると 100% 崩れてしまうので、その工程をやっぱ一つでも減らしてあげた方がいい。だから通常だったら日焼け止め下地トーンアップクリームっていう感じでこの3つを使わないといけないところが、これだったらもう1個で済むっていうことなんですよ。で結構トーンアップ感がすごいの、お肌が華やかになる感じ。今日も私こちら使ってるんですけれども、肌が一瞬で明るくなってくれるの。あとはカバー力も高いから肌が
綺麗な方であればもうこれだけで全然外出できちゃうと思います。私はね薄くファンデーションは重ねてるんですけれども、かなり透明感のあるお肌が簡単に作れます。で散乱剤タイプなんですよ。なのでお肌が弱い方にも安心できるし、割とこう仕上がりはサラッとした仕上がりになるので、夏って結構皮脂とか汗が出てベタベタするじゃないですか。なのでこれからの夏にねサラッとした仕上がりになっているので、すごく使いやすいかなって思います。夏ってやっぱ紫外線によって肌もくすんで見えたりするから、こういうトーンアップ機能のついたものは夏にねすごく向いてるかなって思いました。はい、じゃあ最後にですね、アリウルエクスパートゴールドビタミン C 13% アンプルです。はい、私さいつも視聴者様にシミにおすすめありますかって聞かれて、アリウルのグリーンビタミン C シリーズをねよくおすすめさせていただいてました。シミが気になる年齢層といえば、大体がやっぱり40代後半が多いかなって思うんですよ。でそのぐらいの年齢になるとやっぱさ、ちょっとお肌も乾燥しやすいし、こってりしたテクスチャを好まれる方が多いと思うんですね。アリウルのこのグリーンビタミンシリーズは化粧水とアンプルとクリームスティックとかもあるんだけれども、ちょっとこうこっくりとしたテクスチャーになるので、ちょうどその年齢層の方に向いているテクスチャーになるんですよ。なので逆に言うと、例えばちょっとこう皮脂が多い20代の方とかにはあまり向かないかもしれません。少しベタベタするって感じる方もいらっしゃると思うので、40代からがちょっとおすすめかなっていう感じなんですけれども、私は結構こうこっくりとしたものとか重たいテクスチャーが好きなので、アリウルはね私もよく使っていて、これはねコラボもさせていただいたし、オンマもこのグリーンビタミンシリーズですんごいシミが薄くなったんですね。もうそれは私のいつも YouTube で何度も紹介してきたので、見てくださってる方はわかるかなって思うんですけど、主にこちらはその集中シミケアっていう感じなので、こちらの方はシミじゃなくてトーン改善なの。だからそのピンポイントでシミを薄くするっていうよりかは、お肌全体のくすみを調整してトーンアップ改善をしてくれるアンプルなんですね。やっぱり夏になると紫外線強くなるので、シミとか肌のくすみすごく気になってくると思うんですけれども、そこでやっぱりねもうビタミンといえば私からするとアリウルでしょうっていう感じで、この2つをおすすめしたいです。で2つ合わせて使うっていうよりかは、私は交互で使ったりとか朝と夜で分けて使ったりしてます。なので夜はこのグリーンビタミン C を使って、朝はトーン改善のこっちを使うみたいな感じで使い分けをねしてます。もうシミケアといえば私的にもアリウルがダントツナンバーワンっていう感じなので、ぜひねこれはこれからの紫外線の強くなる夏に向けて私の必須アイテムになっております。であともう一個あった、ユイクバイオームビタシーダークサークルアイパッチです。ユイクのこちらは今日で3回目かな、紹介させていただくことになるんですけれども、私的にユイクは今すごく個人的に注目しているブランドなんですね。ユイクの元々の会社がスキンマイクロバイオームを研究開発している会社で、そこから出たスキンケアなの。スキンマイクロバイオームっていうのがお肌の善玉菌のことで、綺麗で健康なお肌は美肌菌が多くバランスよく保たれていると言われているんですね。なのでユイクの製品って一般的なこう成分でアプローチをする製品ではなくって、お肌の善玉菌を増やしてあげて健康なお肌に導いていくようなスキンケアブランドになっております。個人的にどれ使っても本当に良かったんだけど、夏に特におすすめしたいのがこちらのアイパッチ。私もアイパッチいろいろ試してみたんだけど、このビタミン C のやつがすごいねエッセンスひったひたでプルプルなゼリーなので、目に貼ってから剥がすじゃない、そうすると目の下がプルプルになるのはもちろんなんだけど、パーッとねこうトーンアップした感じをすぐ実感できたのね。で夏ってやっぱりさっきも言ったけど、やっぱりくすみがちだし、目の下の色素沈着悩んでいる方もすごく多いと思うんですよ。で色素沈着ってこすったりっていうのがあんまり良くないから、アイクリームでケアをするよりかはやっぱこういうアイパッチで貼って済むようなアイテムが個人的にすごくおすすめです。夏はねちょっとこうひんやりクーリング感もあるので、そこら辺もね気持ちよくて夏にぴったりな製品じゃないかなと思います。はい、ということでですね、今回は夏の準備に向けて必須のおすすめアイテムをご紹介させていただきました。もう夏はね本当に紫外線もどんどん強くなるし、紫外線って美肌の敵じゃないですか。あとはやっぱり体の露出も増えるし、ダイエットもすごい気になると思うんですね。で今日紹介した商品はすごく活躍間違いなしなアイテムとなっておりますので、ぜひチェックしてみてください。詳しい内容や購入先はすべてコメント欄や概要欄に記載しておきますので、そちらからチェックお願いします。今年中にチャンネル登録者5万人を目標としております。ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローお願いします。クラン、ウリンタウメマンだよ。あんにょー。